はい、皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はずっと箱入り息子にしておりましたリリーのブレイザーグレーの26センチの開封動画をしていきたいと思います。では早速スタート。こちらがブレイザーソテーパンリリーグレーですね。で、26センチ 3.3 リットルです。では、開封をしていきたいと思います。よいしょ。もう、木更津で買って7ヶ月経ってましたね。寝かしてましたね。はい。早く使えばいいものを。なんか、チェリーの28センチのものをずっと使ってたので、はい、はい、こちらが26センチ。はい、こちらが美しいですね、リリーのブレイザー。ちょっとここにアウトレットなんでスポットがありますけれども、はい、それでも綺麗な方ですね。はい、そして本体をこれもそんなに状態が悪いわけではありません。ちょっとね、後ろがどっかにスポットがちょこっとあった、あ、ここですね。ここにスポットがありましたけど、そこなので気にならないので大丈夫です。はい。ちょっと出してみました。で、ブレイザーを蓋をしてみます。ブレイザーすごいね。使いやすいですね。で、私28センチチェリーを持ってるんですけど、とってもヘビロテをしております。はい。なので26センチも使うのが楽しみです。はい。で、ちょっとブレイザーの特徴って焼いたり煮込んだりできるので、お鍋やあと煮込みハンバーグとかロールキャベツを作るのにすごく便利です。この高さがね、深さがないので煮込み料理にすごく便利ですね。本当に本当に本当に毎日使ってます。はい。で、せっかくなのでちょっと測ってみたいと思います。書いてありましたけど、3.3センチとか、この6.7ぐらいですけど、はい、これがお鍋の大きさですね。はい。そこは23センチ。3.5 ぐらいですね。はい。で、高さが7.58センチぐらいですかね。はい。ブレイザーの26センチリリーのグレーを紹介していますけれども、せっかくなのでちょっとブレイザーの28センチも持っているので比較をしたいと思います。こちらが私が持っている28センチのチェリーちゃんなんですけど、本当に先ほどもお話ししましたが、本当に本当にヘビローテしてます。毎日使ってます。はい。で、ちょっと洗ったばっかりだから濡れてるかもしれないですけど、こちらがね濡れてるけど今慌てて拭きました。あれどこだ、20書いてありますね、28センチ。はい。で、すいません、大雑把で今ちょっと使ったばっかりで拭いたばっかりなので全部拭き切れてないですけど、こちらがブレイザーです。で、大きさ的には比べるとこんな感じで、そんなにね、一応重ねられますけど2センチなのでこんな感じですね。蓋もこんな感じ、ほんと2センチなのでほぼ変わりないですね。私28センチを本当にヘビロテしてるんですけど、
この26センチなんで出さなかったのかっていう、ちょっとリリーとか可愛いものはちょっとねなかなかね使わない傾向があるんですね。すごい箱入りにしちゃう傾向がありますけど、はい、せっかくちょっと一粒万倍日と天赦日なので使い始めたいと思います。はい、こんな感じで、あと24センチのブレイザーが欲しいなって思ってますけど、これまた今からシーズニングをするので、それはまた別動画でご紹介をしたいと思います。はい、今日はリリーのブレイザー26センチグレーの開封動画でした。いつもご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。